春を迎える準備です。金沢市の長町武家屋敷跡では土塀を雪から守るこもを外す作業が行われています。長町武家屋敷跡では冬の間染み込んだ水分が凍って土塀が傷むのを防ぐために藁で編んだこもをかけています。春に向けて今日からこもを外す作業が始まりました。こもは総延長1キロの土塀におよそ500枚かけられていて、造園業者ら25人が手際よく外していきました。こもを外す作業は明日も行われ、傷んだこもは修理して来シーズン以降も使われます。